はい、どうも。ウォーグアップ25日目に入りました。はい、25日目を今稼働中なんですけども、一昨日ですね、 4. 何歩だったかながあったのが、昨日、まあ、今日のね、0時過ぎにちょっとね上回ったっていうことで、一昨日が 4.74 で、本日未明が 5.37 ということでですね、まあ増えましたね。これが何の影響なのか分かりません。おそらくその昨日ですね、パソコン開いてて、ずっとウォーグアップは、まあ、比較的ずっと開いてるんですけども、そのパソコンの開いてるね時間に比例してるのかなっていうところは受けます。はい、でですね、なんかちょっと今日 YouTube を見てたらですね、その働かなくても収入が得られるですね、そのシステム構築っていうのが今ヨーロッパですね、そのアメリカでタクシーのうんちゃんが、なんだろう、冗談じゃないと、仕事がないぞ最近は、で半分にね収入が減っちゃったぞと。まあ、これは実際のところですね、当たり前になってきますね、今後。世の中の流れとしては、その話は全然ウォームアップとは外れるんですけども、まあ、全く外れてるわけじゃなくて、要はその収入が、アップダウンが今後ですね、その上と下での差がめっちゃ起こるってことですね。それは伝えたいです。っていうのは、その今後ですね、その政府によって私たちは働かなくても収入が得られる時代は来ます。ただこれにはタイムラグがあって、20年かかるのか、10年で済むのか、5年でその形が構築されるのか分かんないです。でそこで起こりうるのは、収入のですね、貧富の格差、いわゆる収入がある人はあるし、ない人はないっていう時代に完全にもう突入してるっていうところですね。その乱高下というか、はい、でそこに変化がですね、こう変化に強い人たちはその富を増やして、変化に弱く、いまだに20年30年前の雇用形態は当たり前だと思ってて、それが会社がですね、ユニオンだとか組織だかよく分かんないですけども、それが守ってくれるっていう概念な頭でいる人たちが多数いらっしゃる中で、それはですね、もう今すぐ捨てた方がいいっていう、そのですね、発想というか、それを警告を私はしたいと。はい、っていうのも、まあ、そこの乱高下があるから、要はその富むものと貧しいものが生まれるってことで、その、まあ、株でも何でもそうなんですけども、結局負ける人がいるから勝てる人がいるんですよね。なんでそこの乱高下分っていうのは、要はその今までで生活が苦しいとか言ってる人たちがさらに苦しくなり、その苦しくなった分が富をね得てる人たちに分配されるっていうだけなんです。情報を得ててですね、ハッと思ったことがあったんですけども、銀行がお金を貸し出すのは、どこからお金を持ってきてるのかっていうお話をしたいと思います。それはどこからお金を持ってきてるのかっていうと、預金の美学者ですね、まあ、言ってみたら預金をですね、もう預金信者、預金を信じてる人がですね、結局その一月1万円だか2万円だかをどん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 積み上げて、ようやく1000万円にしたよとか、数百万円にしたよっていうお金を、結局それに低金利で、それをですね、企業が、に貸し出してるっていうところです。でそこに対して金利をかけて、結局預金者にはですね、低金利で、戻して、で貸し出しの方には低金利なんですけども、もう数パーセントのですね、金利を取ってですね、貸し出しをしてるってことです。っていうことは、銀行ってことはゼロなわけですよ。ゼロ、はい、銀行の職員さんは 70% が結局そういう金利でやりくりをしてるっていうのを聞いたことがあります。はい、っていうことは、あの人たちっていうのは低所得者の預貯金信者さんのお金でやりくりをしてるっていう、そういうところに行き着くっていうことですね。
はい、それが正しいか正しくないか、今情報化社会ですね、そういったことが明確化されて、それでその私みたいなね情報発信者によってそれが世の中に広められる、られると。でそれが結局個人がそういうことをなせるっていう時代に完全に入ってて、それに気づいた人たちはすでに富を得てて、その富をさらに増やそうと、分散投資を行ってますと。はい、ってことはどういうことかっていうと、今後もですね、今後もっと急速にそれが進むってことが考えられます。はい、貧乏人がさらに貧乏人になり、家を失い、難民となりですね、治安は、日本の治安は悪くなるし、でその中でも、お金を持っている富裕層はもっと富むってことで、でもうこの差がですね、さらにさらに、1億2000万円、中流社会っていうものがもう大概の人は気づかれてると思うんですけども、もう完全に崩壊してます。はい、それに対して、社会保障を当てにしている人たちが本当笑ってしまうんですけど、まだまだいるってことです。社会が何とかしてくれる、政府が何とかしてくれると、そんなこと言ってな、甘えるなっていう話になります。はい、社会保障は結局あんなものはですね、なんていうんですかね、確かに必要な人はいらっしゃると思います。本当に働けなくて、精神的なダメージ、もしくは手足に何か不自由があって動かないと、もしくはないと。で、何があったか、その辺はですね、本当に必要な方はいらっしゃるんですけども、なんせその、使えるものは使えと。そういう感覚でまだまだ取ってる不正受給者っていう方たちがね、本当に多くいるのは、憤りをやっぱりですね、私でも感じることは多々あります。はい、そういった中でですね、その一回社会保障をもらい始めちゃった人間っていうのは、要はその魚を毎回毎回もらってるような、そういう生活習慣になってしまいます。それがどうなるかっていうと、その人はその生活習慣をやめようとしません。タバコを吸ってる人は明日も明後日もずっと吸います。ギャンブルをやる人は明日も明後日も日銭ができればギャンブルをします。結局ですね、その成功者でも成功者でなくてもですね、人間の一番怖いところは、私たちが生存できている過去からの情報により、それによって行動しているところが一番怖いです。それは、成功したかったら本当に昨日の行動のですね、 90% と言われている部分を 10% でも 5% でも必ず変えていかなきゃいけません。そしてそれを脳に刷り込まなきゃいけません。それが当たり前なんだと。はい、脳みそっていうのはめっちゃ怠け者です。なんでかっていうと、先ほどの言った通りですね、その 90% 昨日の行動と同じことをするっていうのはどういうことかっていうと、要は生きられたから、過去に生きられた行動を、それを繰り返してるだけってことです。そのぐらいですね、脳みそは、なんていうんですかね、怠け者なんですよ。で、脳みそを、それもわかるんですよ、脳をフルで使うと1秒で餓死すると言われてます。 100% の力を、脳をフルで扱うと1秒で餓死する。はい、そういったことも考えてですね、脳みそっていうのはとにかく、過去の実績からですね、それと同じ行動を取りたがります。それが要は現状に、満足して、明日も生きてしまうっていう我々のですね、その本質なんですよ。怠け者っていうのは、みんな怠け者なんですよ。こういう言い方したらあれなんですけども、みんな怠け者で、それが脳の鈍化によって、慣れると。鈍化っていうのは慣れですね、昨日と同じことを繰り返すことによって脳が慣れると。例えばダイエットをするってなった場合に、ダイエットをするのにはどういったことが必要かって言ったら、もういきなりやっても無理なんですよ。そのいきなりやっても続けば大丈夫です。はい、21日だか28日だか持ってけば8割9割の継続率チャンスゾーンに突入します。
ただ大概の人はそこで挫折します。3日坊主だとか、はたまた1日2日でもう嫌だと、雨が降ったからやめましょうと、今日はで今日はやめたんで、その癖がついてないんで、そもそもそれはもう何とも言えないというか、もう続きませんと。タバコもそうです。もうこの1本でやめるんであれば、もうその箱を捨てなさいと、そういう次元です。ダイエットもそうですよね。お菓子を、その今あるお菓子を全部捨てて、もうとにかくですね、もうそのゾーンに入らないと。スーパー行ってもお菓子のゾーンには入らないで、高カロリーを取らないような、そういう行動習慣をまず身につけなきゃいけません。棚にですね、お菓子のスペースなんてあったら、もうなんかね、なんかで埋めてですね、そんなものはもう、何かで排除すると、そのスペースは排除してください。そのぐらいじゃないと、何をやるって言っても、脳にですね、刷り込みは起きません。それぐらいやらないと痩せられませんし、その昨日の行動から抜けられないってことです。そのぐらいその人間の脳っていうのは、横着で怠け者なんですよ。これをすり替えるっていうのは、本当に簡単にすり替えるのは本当にそういうことです。脳の考えを、完全に抜くっていうのは、習慣化しなきゃいけませんので、それが、まあ、1ヶ月もすればそれが当たり前になります。本を、1日5分読むっていうのが、それが10分になり20分になれなりっていうことで、結局癖をつけるってことですね。もうハードルを極力極限まで下げて、その癖をつけるってことが、私たち脳にですね、一番楽に、その行動習慣が刷り込まれる方法となります。はい。なので、その社会保障に対しても、本当にそれ1回もらい始めちゃったら、もうどうもならないと思ってた方がいいです。なので、もう自分のことは自分で守りましょうっていうことになりますよね。自分で稼がなきゃいけないし、会社のせいにも知らないし、政府のせいにも知られない、老人にのせいにもできないじゃないですか。高度経済成長を生きてきて、まあ、普通にやってれば 1人の預貯金なんて1億円もあっても、普通に運用してればですね、そんなものは可能だったんじゃないかなと思うんですけども、それをやっぱりやってない人が大概っていうことですね。もう要は誰も当てにできないんですよ。政府も当てできなければ、高齢者はですね、守りに入ってしまって、結局政府が 何を下してもですね、もう財布の紐は固くなってしまって、その若者にないものが、年取るとですね、あるっていうのはあります。それは、はつらつとした なんていうんですか、若さだったりだとか、そのやっぱ健康にね、何十年もその酷使してきた体をですね、いたわるっていう、そういう生き方もしなきゃいけないということで、まあ当たり前って言えば当たり前ですよね。リスクは避けたくなるし、変化は若い頃より、好まなくなります。はい。それは私もいい加減ですね、もう30代を過ぎまして、それはすごく体の変化っていうものに対してはですね、感じています。まあまあ、それがですね、いうこともあってですね、何も責められないんですよ。政府も、年寄りも、社会もね、会社も、責められないと。その中でやっぱり何とかしなきゃいけないじゃないですか、この荒波の時はね。20年後にはおそらく収入は別に働かなくてもね、AI ロボットがね、人工知能でもって働いてくれて、あとは私たちのその生産性がですね、生産性を補填してくれて、その分ね、生産性を増したもので税金で、賄ってくれるでしょう。ただその前にはですね、その乱高下がありますよってことです。はい。それに、本当に気づいた方がいいですね。はい、いいと思います。まあ、昨今ね、ニュースでなんか暗いニュースとかも見るのも、おそらくそういうところの精神的なね、震えというか、安住性に対しての不安というか、今後ねどうなっていくんだろうっていう、すごい変化のね時はやっぱり、心のね拠り所ってのがなくなりますんで、揺れるっていうのはすごくわかります。すごくわかるんですけども、そこで、先ほどのね、
昨日と同じことを繰り返してたんでは何の変化も得られないとともに、そこではですね何も生み出されないということになるんで、その辺はですね本当に、気づいてですね、本当1秒でも5秒でもいいです、昨日と違った行動を私は取るんだぞと、そういうことをですねやるにあたって自分の強みってのがひょっとしたら出てくるのかもわかんないです。今まで強みとは何か、弱みとは何か、好きなものは何か、嫌いなものは何かっていう、そういうものを持ってこなかった中でですね、変化に対してのなかなか俺はやるじゃないか、私はこういうものが好きだったんだと、そこに投資してもいいと思うんですよね。とにかくその、リスクに対して恐れず、行動していくっていうね、そういう行動習慣というかですね、そういうものを身につけていくと自然とそういったですね変化に対して強くなるばかりか、それがいずれ楽しくなります。はい、昨日と同じことやってた自分がもう何なんだと、もう周りとも正直話が合わなくなると思います。恐れて詐欺だのなんだのって周りは言われてたとしても、そんなの信じるかと、信じるかというかですね、そんなのも耳に入らなくなってくるんですよ。いまだに会社の信者で会社が守ってくれると、空残業をやってれば私は報われると、そういう時代ではもはやないと思った方がいいです。40代30代後半でリストラに遭い、40代50代ではもう危ないでしょ。今すぐ切られても全然全然文句は言えない年代に入っていると思ってた方がいいと思います。はい、ということでですね、やっぱその自ら何かにこう、こういうものでもそうなんですけども、ウォームアップもそうです。変化がものすごい起きてるってことです。ここに対して新聞屋がですね紙を折り込んでたのが、もうウェブでですねこんなスマホでちょこちょこやるものでですね、その反則を織り込めると、ここから集客、100人1000人なのか、1000人に1人は、購入まで至ると、そういったことを考えるとですね、ここはほぼ、お金はかかってないわけですよね。反則、紙媒体と比べたらもう破格の値段で、投資がされててですね、それに対してのバック収益が上がってるっていうことですね。こんな時代ですよ。20年前とは明らかに変わってます。スマホの代金も毎月毎月1万円とかかかってないものは、今は若者でも年寄りでもかかってきてます。今までないものが1万円だと年間12万、10年で120万円のお金がタダで損失してるわけです。そこに対しての給料の補填はあるかっていうとないです。むしろ下がっていく一方で不安ばかりです。だったらどうするのかって話で、やっぱり収入を乱高下の中だから増やさなきゃいけません。でも時間を取るわけにもいけません。はい、その時間をどういかに生かしていくのか、変化に適応して情報をいかに得るのかというのは、今後の私たちの当分のですね、その政府が税金で賄ってくれるっていうまでのですね、当分の課題でもあり、それをやっていかなきゃいけないということです。はい、ということでですね、長くなりましたが、こういったものでもですね、こう感覚を、ビジネスの感覚を養うのにはすごくいい媒体だと思います。継続課金なしの無課金、こんなものは今まで SNS で見たことはありません。 LINE のようで無料会話もできます。チャットもできます。スタンプは可愛いです。はい、で8ティア報酬ということで、自分から始まる8人の報酬の一部が、自分にバックされます。そのバックされたもので通話が可能となります。普通に電話が、のポイントとして、使うことがですね可能となっておりますので、なんかのきっかけにですね、このきっかけにこのグループに入ってください。で何か不安があるとかっていうのは随時ですね、コメントでも何でもいいんですけども、チャットでもいいんで、グループに入っていただいたりとか、もしくはこの動画のですねコメント欄とかに、別に匿名とかでいいです。名前は明かさないで、やってくれたらいいと思います。他にもですね、 Facebook、Twitter、LINE、
を入れときますんで、LINE でしたら、ブロックしていただければ全然全然、いいと思います。情報を取っていただいて、不思議なこと、今後の、社会の展開だとか、投資でこういうことに興味があるんだけど大丈夫かとか、ネットワークビジネスって本当に何なんだと、これもネットワークビジネスなんですけども、そんなの詐欺じゃないか、ネズミ講じゃないか、はたまたネットビジネスっていうのはなんで、お金が得られてるのかと、っていう、ネットビジネスに対してはですね、こういった情報を得てる人たちは、大概の人はですね、あ、こんなものかっていうのは、アフィリエイトにしてもオプトインアフィリエイトにしても得られてると思います。はい、なのですが、その疑問とかでですね、そのハテナをですね、そのまんまに置いとくと、今後ですね、自分の、未来に対してあんまりいいことはありません。なぜならば、行動の後にしか結果がないんですけども、その行動を最初にさせようとするその衝動っていうのは光です。これは素晴らしいと、この情報を、何なんだと喋りたいと、人に、そういったところから生まれます。人は光にしか集まりません。なので暗い人との話を聞いてると運気が下がりますし、痛いとか、お金がないとか苦しいとかっていう人たちの周りにはまず運気はやってきません。上がる運気ではなくて下がる運気ばかりの、人生になりたいんであれば、そういったことを言葉に出してれば勝手に運気は下がります。逆に少なくともですね、その弱音とかを吐いてなければ運気なんか自然に上がりますし、私なんかですね、そのお客さんに言われるんですけども、いいことある、いいことあった顔してるとかね、そんなことを言われるわけですよ。笑っちゃうんですけども、本当にその負ける人の顔っていうのはやっぱりエネルギーがないですよね。エネルギーがまずないです。運気が下がってる人の顔を見てるとですね、やっぱりエネルギーがないです。生きようとする活力、自分がやってることに対しての正しいっていうその信念、もうそれがですね、もう人のですね、周りにいるとですね、大体わかりますね、その人がどういったものを持ってるのか。スピリチュアル系だとか、宗教っていうのは、私は信じませんし、どうでもいいと思ってます。私個人的にはその無宗教ですし、その宗教っていうその考え方はですね、もし、世の中にですねあるんであれば、その、なんて言うんですかね、まずやることをですね、一番大事なものから詰めていく宗教でしたら入ってもいいと思います。はい、自分が欲してるものを本当にその形まで持って、その教えをですね、解いていくにあたって、信仰していくにあたってですね、その一番欲しいものをどんどん埋めてくれる宗教、そんな都合がいいものはあるわけないんですけども、宗教だってもやっぱりあれはですね、慈善事業とは、慈善事業ではないんですよ。お金が必ずかかってます。冊子、新聞、折り込みチラシ、すべてお金がかかってます。そのお金はどこから出てるのかっていうのもそうです。結局ですね、世の中っていうのは、仕掛ける側、これは前の動画にもでも喋ったんですけども、それしかいません。はい、なのでそれが騙すとか騙されるとかそんなあれではないんですけども、信じてるものは信じてやればいいと思いますし、ただそこの原理原則は一生変わりませんし、間違いなくそういう形で動いてるっていうことは覚えておいてほしいですね。はい、熱くなってる時は何でも、それがいいと、それが正しいと人間は思いがちなんですけども、一歩引いてですね、見てみると、あ、なるほどなっていうことが多々あります。私もですね、その株とかをやってて暑くなる時なんかはもう自転車でフラって行って、出かけてですね、遠出してみたりとか違う景色を見てみたりして、一旦ですね、冷ませるというか、危ないと思った時はもう場を引いてですね、もうパソコンのモニターの前にいないとかっていうのはよくやります。
はい、それが決して生産性があるものではなくても、そういったことによって損失を減らすことができるので、そういったことをするんです。はい、っていうことでですね、何かのきっかけにしてくださいっていうことだけはですね、お伝えしたいですね。うん、無料で無課金なんてないです。うん、SNS で、進めるときはこう言ってください。LINE の代わりにしてよと。それだけで大丈夫です。はい。で、わからないことがあったら私に聞いてください。すべて回答します。もし、万が一ですね、回答できない場合は、素直に謝ります。できませんと、わかりませんと。はい、なんでですね、何でも聞いてくれればいいです。はい、何でもです。はい、聞いてくれれば何か変化があると思います。うん、聞くってことは結局謎に対しての、これがわからないっていう発信をすることによってですね、その聞いてる本人も、もしくはそれを答える私もですね、成長があります。成長とはですね、そのインプットとは、本当のインプットとはですね、アウトプットの後でないとないです。インプットとはアウトプットの後でないと必ず起きません。よく言うですね、教える時にものは覚えると。それは自分が覚えてないことに対して分かるからなんですよ。あれ違うぞと、教えようと思ったんだけど、どういう言葉を並べたらいいのか分かんないと。うん、だそういうことなんですよ。それをスラスラできるからこそ、本当のですね、インプットですね、自分に吸収されるものが、吸収されたですね、ものになるっていうことですね。はい、なのでぜひやってください。はい、やってですね、その世の中の疑問に対して聞いてください。はい、参加して収入報酬を得ながらですね、コミュニケーションを取りながらそれをやっていただけるだけで、だいぶ、今までのですね、その当たり前の人生が当たり前でなくなり、当たり前でなくなったものが入ってくることによって新たな価値観が生まれます。はい、なのでぜひやってみてください。分かんないことは聞いてください。はい、以上となります。